ごご視聴ありりりがとうございまます。す。続きものでおお送りいたしております「牧野富太郎自助伝」よりその第2回第1章「幼年期」続きからこの2人の先生は ABC から教えてくれただから私はかなり早くから映画を習ったこれは新知識を開くに極めて役立ったこの自分の本はいろいろの リーダー、ダ文法ではアメリカの本で「カッケンボスの文典」「ピネオの文法書」「グードリッチの歴史書」「パーレイバンコ国詩」「ミッチェルの世界地理」「コルネルの地理」「画用の地理」「カッケンボスの物理学」「カッケンボスの天文辞書」などもあったこのように佐川は他よりも早く英学を入れたわけである。 私はその頃地理学に興味を持ち日本内地はもちろん世界の地図を作ろうと考えたこともあった私は小学校の先生をしていたが学問をするにはどうも田舎にいてはいかん先に進んで出ねばいかんと考え小学校を辞し高知へ出かけたその頃東京へ出ることなどは全く考えなかった東京へ行くことなどは 外国へ行くようなものだった高知で私は広田正郎という人の御奨学者という塾に入ったその頃はまだ漢学が盛んであった御奨学者は高知の大川筋にあった入塾はしたがあまり講義を聞きに行かなかった広田先生が「秋野という男が入塾したはずだがさっぱりこんではないか」。 言ったそうであるその頃植物地理天文の本を見て興味を持って勉強していたご小学者の講義は主に漢文だったここに数ヶ月いるうちにコレラが流行したので方法の程で佐川に帰ったコレラについては面白い話があるその自分コレラの予防には石炭酸を隠岐壺に入れ それを鼻の穴になすりつけ予防だとしていた鼻につけるとヒリヒリしみたご小学者時代にはよく詩吟もしたその頃よく詩集を写したりした吟詩で思い出すが私は現在の詩の禁じ方が気に入らない詩には気象転結があり天句で転ずるのがラジオなどで聞いていると天句のところでまるで「 喧嘩でもしているるように怒鳴るあれはいかんもっと節回しをよくやらにゃあいかんと思う銀紙は勢いづいていいものだその頃の書生は銀紙をやり剣舞をやりなかなか勢いがよかったそんな風だったから道楽して芸者遊びをする風は少なかったしかしいわゆる落ち子さん土佐ではトントというおちごさんの風は 相当にあったと思う私も世の書生と同じくその頃は銀紙などをやってなかなか威勢が良かった明治12年に高知へ丹後の人長沼及一郎という人が来たこの人は神戸の学校の先生で高知の師範学校の先生になってきたのである。 西洋語の多少できる人で科学サイエンスのことをよく知っていて植物のことにも詳しかった長沼先生と私とは極めて懇意になった早朝から夜の11時頃まで話し続けたこともあったほどである長沼先生はベントレーの植物の本を訳しまた土佐の学校にあったバルフォアの「クラス・ブック・オブ・ボタニー」という 本のもし私はそれを見せてもらったこの人は実に頭の良い博学の人で私はいろいろ知識を授けられた長沼先生は土佐に久しくいたがその間高知の病院の薬局長になったりした科学物理にも詳しく仏教もよく知っていた長沼先生は 植物学のことをよく知っていたが実際のことはあまりよく知らなかったので私に書物の知識を授け私は長沼先生に実際のことを教えるという具合に互いに啓発し合った長沼先生は後に土佐を去り東京で亡くなった私の植物学の知識は長沼先生に負うところ極めて大である明治13年頃 佐川に西村直だという医者がいて私はよくその家に遊びに行ったものだが医者なのでいろいろのことを知っていたこの医者の家に小野蘭山の本蔵鉱目啓蒙の写本が数冊あっていろいろの植物が載っていた私はそれを借りて写したがあまり手数がかかるし欠本もあるかもしれんのでこの本が買いたくなった。 それで用品屋に頼んで大阪なり東京なりから取り寄せてもらうことにした間もなくこの本が来たがそれについて今でも思い出すことがあるその時分私はよく友人と裏山に行って遊んでいたがある時山で遊んでいると私の親友だった堀見勝弘という男が駆けつけて「重邸啓蒙」という本が来たぞ。 知らせてくれた私は慌てて山を駆け下り頼んだ人の店へ駆けつけたそれが小野乱山の重本蔵項目啓蒙であったそれ以来私は明け暮れこの本をひっくり返してみてはいろいろの植物の名を覚えた当時は実際の知識はあるが名を知らなかったのでこの本について多くの植物の名を知ることができた。 うぶすな神社の山は頂上を長掃寺越というがその山を越えて下る坂道でちょうど秋の頃だったが紅葉ウリを採りたくて行った時竹の高い菊花のもので白い花をつけている植物があった名はもちろん知らなかったその後本草項目啓蒙を見ていたら東風祭という箇所に 白山菊というのが載っており山で見たものと酷似しているので明くる日再び山に登り本と実物とを引き合わせたところやはり白山菊であった私はその時初めてこの草の名を覚えた私はその頃盛んに山に草取りに行ったがカスダニというところで面白い産経科の植物が 水際にあるのを見つけてムカゴが茎へ出ていたのでそれを取って帰りムカゴ人参であることを知ったまた町の外から水草を取ってき家の鉢に浮かしておいたがその草の名を知りたいと思っていると家の下女がビルムシロだと言った「私は休行本蔵という本を高知で買って持っていたがその中に似た草があった」。 たことを思い出し調べた結果この草は昼であることを初めて知ったまた町の近所で上に小さな丸い実のある妙な草があったので本草項目啓蒙で調べたところそれは二人静かであったこのように自分の実際の知識と書物とで名を覚えることに専念した。 前に述べた親友の堀見は私より年少の男で父君は医者だったが私は堀見の家で「食学軽減」という本を見たこの本は3冊あり宇田川洋庵の作ったオランダの本の訳本で西洋の植物学を解説したものであったがこの本について植物学を勉強した「リンネの人工分類を習い」 植物学の種々なる術語をこの本について得得したこの本は漢文で書いてあったので自分で金混じりに翻訳したこの自分には植物の本に限らず他の本もいろいろ買っては読んだものであるこうするうちにもっと書籍が買いたくなりまた顕微鏡というものが欲しくなったりしたので東京へ旅行することを思い立った。 ちょうどその頃東京では官業博覧会が開催されていたのでその見物という意味もあった明治14年の4月に佐川を出発して東京への旅に登った当時東京へ行くことは外国へ行くようなものだったので盛んな送別を受けた同行者は以前家の番頭だった三枝武蔵の息子の三枝熊吉と 旅行の会計係に一人実直な男を頼んで3人で佐川の町を出発した佐川から高知へ出て高知から街路神戸に行った生まれて初めて汽船というものに乗った神戸の山々がハゲ山なのを見て最初雪が積もっているのかと思った土佐の山にはハゲ山はないからである神戸から京都までは 汽車があったので京都へで京都から歩いて大津水口、土山尾辺、鈴鹿峠へで四日市に出て横浜行きの汽船に乗ったその間慣れないさまざまな植物を見た茶筒に入れて国へ送り植えてもらった白菓子などは極めて珍しかった油ちゃんの花の咲いた枝を取り東京まで持ってた 四日市から乗った汽船は遠州灘を通って横浜へ行くのであるが外輪船であった船の名は若浦丸と呼んだ横浜まで三等船室にゴロゴロしていた横浜から汽車で東京に着いた神田の猿楽町に郷里の人がいたので訪ね下宿を世話してもらい同じ猿楽町に泊まることになった下宿の窓から朝 富士の修法を見て簡単したりした東京滞在中は官業博覧会を見たり本屋で本を買ったり機械屋で顕微鏡を買ったりした「牧野富太郎自叙伝」その第2回第1章幼年期途中までこの続きはまた次回。